ついにハーデス神殿にたどり着いたセイヤは、大亀に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷をもってしても破壊できないという大亀は、ゴッドクロスをまとったセイヤの攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、セイヤは神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体をもってついに復活するのだった。お前がハーデス、なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳とは、まるで深い泉の底のような。悲しいな。何？お前たち人間がだ、自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとするとは、お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカな！お前が敬うに値する神だとでも言うのか？神とは正義であるはずだ！人間を抹殺して地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか！今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。天に唾する愚かなる者よ、さあ殺してくれるぞ。ファイト。ハーデス、俺は貴様を何からも認めない。俺の命を、うん、コスモを、ハーデス、うん、お前を撃つ。悲しいな、そこをどけ、セイント。奴らのアテナ、死にきれずに苦しんでいるのがわからない。何故、世自らの手で葬ってやる。アテナが死んでいないというのならなおさらのこと、アテナは絶対に殺すはしないの。高まれ俺のコスモ、アテナを救う力を、今こそ殺して。俺は絶対にサオリさんを助ける。自分の正義のために俺の最後の技、つーペガサス流星拳、行くぜゴッドクロスよ。ペガサス流星拳、行け。いいな。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。信じられん。まさかこんなものが世の体に傷を負わせるとは。そういえばこの男、そうだ、神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時のセイントもペガサス。許せん、この男だけをもはや二度と転生できぬようにして葬ってくれるぞ。さっきからわけのわからんこと。お前たちがいかにあがこうとも、もはや全てが終わったのだ。見ろ、暗黒に包まれた地上の姿を。
そうだ、今や太陽は完全に月に覆い隠された。ここにグレイテストエクリプスは完成したのだ。一直線に並んだ9つの星は二度と動くことはない。これで地上は永遠に暗黒の世界になったのだ。今度こそお上際よく死ぬがよい。このハーデスから直に死を与えられることこそ光栄と思え。な、これは何かの力がペガサスを守っているな。セイヤ、あなたを命の玉に包みました。そこにいればハーデスも手出しはできません。まさかアテナがよみがえろうとしているのか。アテナー、今こそこのクロスを。ハーデス、神話の時代から続いたあなたとの戦い、これで決着をつけましょう。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。アテナ、人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。ファイト！えっ！アテナ！さあ、ここからは私が相手に、シンバーデが下りますよ。ハーデさん、さあ、決着をつけましょう。行きます。まさかあなたは、このハーデスの肉体の必要から生み出すためにラグナスから危機の世界に委ねられ、その大亀に入っていたという、うん、アテナ、あなたは神なのだ。なのになぜそうまで愚かな人間のために戦うのか。違います。あなたが思うと人間は愚かではありません。信じられない。人間ほど愚かな存在があるか。だからこそ地獄が必要なのだ。オケ、悲しいが未来永劫の苦しみがあると教えねばならぬのだ。はい、それはあなたの傲慢というものです。悲しいがさせませんよ。行きます。神罰が下ります。信じられない。聖ある者はいつか死ぬ。いつかは必ず死ぬ。何を言うのに死ぬ。ウィナー、この戦いでまた一つ神として成長できました。セイントの足手まといにならぬようにせねば。一匹の虫も殺さず、一輪の花も摘まずに一生を終えられる人間が一人でもいるでしょうか。どんな善人でも悪行は犯してしまうものなのです。ならば人間はその存在が罪であろう。いいえ、それが生きていくということなのです。それらの罪は死によって全て清められるのではないでしょうか。なのに生前の罪を理由に人々を苦しめるなど。ハーデス、あなたは間違っています。人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。さあ、人間のために死ぬがいい。サオリさん、聖夜、しっかりして聖夜。地上では姉さんが待っているのよ。アテナ、姉さん、聖夜。
死なないで。死んではダメ。あなたを愛する人のためにも生きて。お願い、セイヤ。アテナよ、人間と一緒にいるうちにあなたもすっかり愚かになったようだ。ペガサスが命がけで作ったチャンスを泣きじゃくってみすみす逃すとは、そのペガサスも自ら死に飛び込むとはつくづく愚かな男よ。ハーデス、あなたは愛というものを知っていますか？何？確かに神から見れば人間はどうしようもない愚かな存在かもしれない。でも人間はどんな人でも愛というものを持っているのです。その愛のために人間はどこまでも優しくなれる、どこまでも強くなれるのです。たとえ神といえども、愛を知らぬあなたに人を罰する資格などありません。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。たかが人間がいくら力を結集したところで神を討ち取れると思うのか。はいと。アテナ、言うことはもはやそれだけか。アテナと何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。おお、さすがに高まれ。俺たちのコスモよ。アテナを守るんだ。愛の力を知るのです。ハーデス。何？アテナ、僕のコスモ。アテナ、信じられん。今こそ俺の全てをあなたに託す。コスモ、会えるわ。ありがとう。なんだ、子供のたちのコスモは。アテナ、コスモよ、コスモをお渡しします。アテナ、俺たちのコスモ、今こそ。悲しいな、この勝利の女神ニケの杖に。シリア、呼びます。確かに受け取りました。信じない。死ぬ所内の彼らのコスモがこのハーデスを発するとは。これこそは人間が持つ偉大な力。命の源から湧き上がる愛の力。認め、愛の力など弱は認めんぞ。オケ、行きます。神罰が下ります。悲しみ、行きます。このクロスになれないと。ついにハーデスを打ち破ったぞ。見たか、セイヤ。僕たちは勝ったんだよ。死を統括するヨガ、神であるヨガ、この冥界において倒されるというのか。信じられん。だがこのハーデスが滅べば、ヨガ作り出したこの冥界も同時に消える。地獄もエリシオンも全て。アテナ、あなたたちもこの世界の崩壊に飲み込まれ、共に消滅せざるを得ないだろう。結局
人間たちに完璧な勝利などありえぬということだ。アテナよ、あなたは神でありながら一体いつになったら気づくのか。愛など人間が綺麗事で作り出した妄想に過ぎんということを。目に見えぬ愛など所詮何人も信じてはいないのだ。何人もな。ハーデス、私には聞こえるのです。愛のために身を燃やす人間たちの命の声が。それは喜びの歌、それは希望の光。みんな帰りましょう、光ある世界へ、光あふれる素晴らしいこの世界へ。
の戦いを振り返るのか。